はい、どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。ちょっと連日同じテーマになってしまってますけども、今回もそのぶっちゃけミニマリストの生態どうなのよっていうところですね、僕のシェアと共にお伝えするっていう動画にしたいと思います。で、今回はこの質問にお答えさせていただきます。ミニマリストの人で毎日の食事すらも最小限、1日1食になったり、同じものを食べ続けたりする人もたまにいますが、ショッピンさんの毎日の食事はどんな感じなのでしょうか。自分は部屋や服とかはミニマルになったのですが、ご飯はがっつり食べています。ということでご質問いただきました。ありがとうございます。ミニマリストを始められていて、やられていて、部屋だったりとか服をミニマルにされたということで、そのミニマリストとしてのハードルを軽く超えられてるってことで、もうすごいと思います。食事に関してそのいろいろですね、いい悪いというものではなくて、あくまでも僕のシェアなんですけども、今は基本的に1日2食です。で、タイミングはですね、昼と夜です。で、昼は家にそのパスタだったり、ニンニクだったり、ごま油とはピンク岩塩とかってのがあるので、あるもその時あるもので、ちゃちゃっと男飯みたいなものを自炊してそれ食べてます。昼から基本的に外に出てがっつり仕事をするんですけど、そのいろいろ取引先を回ったりするので歩き疲れちゃうんですね。で、お腹もめちゃくちゃ空きます。なので、おかわり自由だったりとか食べ放題っていうところにお店に入って、ひたすら食べてます。ただですね、食べ合わせというか、不健康なものは食べないというか、一応その気は使ってるというか、ちょっと伝わりにくい。慣れてるか全然わかんないと思うんですけど、量的に言ったら、僕もですね、カズトさんと同じようにめちゃくちゃ食べます。で、なんでこういうライフスタイルになったか、それはミニマリストとはあんま関係ないかなっていうふうに思います。僕の場合、このライフスタイルになったのは、大学の時からですね。大学の時にラクロス部をやっていたんですけども、ラクロス部は朝が早いんです。基本的に7時から練習開始するので、その前にグランドインしてたり、その前にそもそも起きたりとか家出なきゃいけないので、そうすると朝起きるのが大体5時起きなんですよ。で、5時半に家を出て、で、7時には0時を開始する準備をするっていう、そういうのをやってたんですけど、そんな時にですね、朝食べられるわけがないというか、練習をする前は基本的にお腹を空っぽにして身軽にしといた方が動きやすいので、朝は基本的に食べない生活が僕の場合は大学から続いてました。で、慣れちゃったので社会人になっても基本あんま朝はもうリンゴ1個がっつくぐらいで済んでました。で、起業した直後っていうのは納豆1パックで1日過ごしたりとか、そのキャベツの半切りを買ってきて、そこにエバラ焼肉のタレをかけてうまーとか言って食ってたりで、それでもう1日を過ごしたみたいな、もうそれが僕の食事のミニマリストだと思いますね。はい。で、それやってたらもうめちゃくちゃひもじい思いをしたんで、もうその生活には戻らないってことで、今はもうがっついてます。ミニマリストになって食生活は変わったんですかっていう場合はですね、僕の場合はかなり変わりました。かなり健康志向になりました。基本的にその食べ合わせって言って、例えばリンゴと人参を一緒に食べると消化も良くて吸収も良くてっていう、そういう食べ合わせっていう概念があるんですね。米とじゃがいもは一緒に食べると消化のも負担がかかって吸収効率も悪くなってみたいなですね、そういう健康志向っていうのはミニマリストを始めてからかなり上がりました。だからこそですね、僕も知識ないなりにそのビーガンチャレンジしたりとか、野菜中心生活をやったりとか、いろいろチャレンジしているわけなんですけども、なんでそれミニマリストになってからですね、その物だったりとか情報だったりっていう断捨離をしてから、健康っていう情報がバンバン入ってくるようになりました。なので、まとめると、僕の場合は食生活まではミニマリストにはなってませんという感じです。はい。じゃあ他の人をですね見てどうかと
いうことなんですけど、他の人もですね、あんまりその食生活で1日1食になったりとかっていう人はあんまり、見ないです。全然ミニマリストじゃない人がその健康志向のために実は1日1食がいいんだよねみたいなことを言うのは、結構そういう人が周りにいます。年齢26歳ですね、女性なんですよ。はい。でその人が、朝にカツ丼だったりカレーだったりラーメンだったりを食べるだけ食べて、もうその後はほとんど食事しないみたいな、そんな人もいます。経営者の先輩なんかはその仕事が忙しすぎるからっていう理由で昼に食べてます。昼にそのコンビニ弁当をごっそり買ってきて、それを食べ、もう30分ぐらいでもうお腹いっぱいになるのでバー食べて、であとはもう仕事に戻るみたいなですね、そういう超不健康な人もいますけど、それは大丈夫、それはどうなのかなって思いますけど、そういう一日一食の人もいます。はい。なので、僕の感覚ではですね、そのミニマリストを始めてその食生活までミニマルになっちゃうっていう人はですね、パッと出てこないです、僕の場合は。はい。っていう感じで答えになってるでしょうか。はい。まあ食べるのはその人生の楽しみですから必要なわけですよ。楽しみは必要なんです。楽しむことは必要なので、食生活はそのミニマルにはならないのかなっていうのは僕の考えでした。答えになりましたでしょうか。もしですね、この動画を見ている方の中で、いや、ミニマリストになってから一日一食になりました、すごい快適ですっていう方がいたら、ぜひコメント欄に、書いていただければすごい嬉しいです。ということで、今回も1ミリでも参考になりました。というのでしたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。